狩るのが気の毒だわ。どうしたんだ、どのモンスターを倒すのをためらっているんだ。モスよ、何もせず、ただとことこ歩いてふがふがしてるところに襲いかかるなんてできないわ。確かに、モスは自分から攻撃することはなく、キノコを探しているだけだからな。必要に迫られたとしても、切りかかるのにはためらいがあるぜ。だが、表向きなかわいそうさばかりを見るのも、私はどうかと思うんだ。表向きって、どういうこと？モンハン世界には、裏事情を知ることで枯れなくなってしまうような。実はかわいそうなモンスターたちがたくさんいるんだ。今回は霊夢にも、狩りにくくなるような事情を持ったモンスターを紹介しよう。ちょっと、私の問題を大きくしないでよ。でも、知らずにはいられないのが悔しいわ。教えてちょうだい。最初に紹介する、事情を知ると枯れなくなってしまうかわいそうなモンスターは、サンブレイクで王域参考として活躍した、ルナガロンだぜ。いきなり最近のモンスターが来たわ。ルナガロンといえば、氷をまとって襲いかかってくる恐ろしいモンスターよね。枯れなくなるほどかわいそうなモンスターとは思えないわ。むしろ、防衛本能からガンガン攻撃して倒してしまいたくなるわね。まあ、ゲーム中の描写だけ見るとそうだよな。大社跡での登場シーンも、城西高地での決戦でも、恐ろしい形相を見せていたぜ。だが、ある設定資料が登場したことで、ルナガロンは狩りにくいモンスターになったんだ。あら、本編とは関係ないところで狩りにくくなったのね。その設定資料って、どんな内容なのかしら？ルナガロンの裏の顔とも言うべき、素手の子育ての姿だな。見ての通りだが、ルナガロンの幼体は可愛らしい見た目をしているんだ。可愛すぎる。成長しないなら、私が飼いたいくらいだわ。さらにルナガロンはオスとメスが共同で子育てをするんだが、子供のまとう氷を強くするために甘噛みをしたり、歯を強くするために獲物を凍らせて与えたり、かいがいしく世話をするんだぜ。ルナガロン、あんな見た目なのに意外と面倒見がいいのね。じゃあ、ハンターたちに襲いかかった時も、狩りに出ていたってことかしら。ああ、巣には、帰りを待つ子供とパートナーがいたのかもしれないな。ストーリーの進行上、何度かは倒さないといけないのが辛いところだぜ。私が倒したルナガロンにも家族が。まあ、どのモンスターにも家族はいるが、ルナガロンに関しては本編と資料のギャップが強すぎるんだよな。かくいう私も、ルナガロンを見ると素手の姿を想像してしまって、なかなか手が出せなくなったりするぜ。でも、放っておいても向こうから手を出してくるし、逃げるしかないのかしら？こちらに事情がある場合は、悲しいが戦うしかないぜ。そういうなら、こんな可愛らしい裏側を教えないでよ。次に紹介する、事情を知ると枯れなくなってしまうモンスターは、新大陸に渡ってきた固有たち全般だぜ。どういうこと？新大陸にいる固有たちに、どんな事情があるっていうのよ。ワールドは、固有たちが新大陸に集まってくる。固有渡りという現象の謎と理由を突き止めることがストーリーの本筋なんだ。固有渡りの理由って、何だったっけ？ズバリ、固有の就活だな。就活って、おじいちゃんおばあちゃんがその後のことを考えて動くことよね。ああ、人間には気の遠い年数だと思うが、固有たちにも寿命はある。固有たちは寿命が近くなると、新大陸を目指して移動するんだぜ。そして、そこで命を終わらせ、蓄えていたエネルギーを還元するんだ。新大陸が自然豊かなのは、固有たちのエネルギーが循環しているからでもあるんだぜ。なるほど、固有たちは自分のエネルギーを自然に還元しようとしているのね。なんだか、自然の壮大さを感じてしまういい話だわ。まあ、ワールド本編ではゾラマグダラオスという規格外すぎる固有も就活に訪れて、エネルギーの膨大さと目的地のヤバさが相まって、新大陸が終わるところだったんだけどな。還元するエネルギー量にも限度があるってことね。余談はここまでにするが、つまりワールドの新大陸にいる固有たちは、命の終わりを悟って渡ってきた個体が多いということになるんだ。最後の場所に新大陸を選んで飛んできたのよね。で、ハンターはそんな固有たちに襲いかかると。そういうことだ。そんな老齢の固有に自分から切りかかるのかと思うと、少し気が重くなるんだよな。確かに、老齢かつ自分から襲ってこない相手に切りかかるのは気が引けるわね。まあ、バルハザクのように、あくまで新大陸で役割を果たしている種もいるし、ネルギガンテなんて、固有渡りしてきた固有を食べようとしているんだ。ちょっと立てつく人間くらい、固有なら許してくれるんじゃないか？そうかしらね。さて、次に紹介する、事情を知ると枯れなくなってしまうモンスターは、サード限定だが、ジンオーガだぜ。あら、どうしてサード限定になるの？この作品のジンオーガだけ、特別な事情があったのかしら？ああ、この作品で看板モンスターとして登場した個体のジンオーガは、もともと、舞台となるユクモ村から離れた霊峰に住んでいたんだ。じゃあ、人間たちと接触することはないモンスターだったのね。でも、オープニングでは思いっきり主人公と接触しているし、作中でも普通に渓流にガンガン進出しているわよね。そうなんだが、これはサードのボスである天妻が土の影響なんだ。
サンブレイクでも登場したけど、いるだけで嵐を起こしてしまう固有よね。その通りで、天妻が土がいる場所は嵐による水害が起きてしまうぜ。サードでは天妻が土が霊峰を縄張りにしてしまい、元からそこに住んでいたモンスターたちが別の場所に追いやられたんだ。じゃあ、神王が天妻が土のせいで住処を追われてしまったのね。ああ、新しい生きる場を模索してたどり着いたのが、ゆくも村の近辺だったんだ。行き着いた先で暮らせると思ったら、今度はハンターが挑んできたと。そういうことだな。事情を知る前に勝ってしまうから、後からかわいそうになるモンスターだぜ。確かにそうね。でも、ライズの百竜夜行も近い原因で起きているわよね。砦に殺到するモンスターを夢中で撃退していたけど、あのモンスターたちも、実はかわいそうってことになるわ。4G のセルレギオスの経緯もそうだな。あの場合は、極限化個体が出現したことで、他の個体が逃げ出すことになったんだ。モンハン世界の厳しさがよくわかるわよね。自然界だから、配送する生物が出てくるのは当然のことなんだが、こういう災害級の出来事で追いやられてしまうモンスターは気の毒になるよな。たまたま、人の縄張りに逃げてきただけなんだもんね。百竜夜行、次からちょっとナーバスになってしまうかもしれないわ。さて、次に紹介するのはまさしく何もしていないモンスター、ラオシャンロンだぜ。ラオシャンロンは地上に侵攻して、砦を破壊しようとしたじゃない。そうなんだが、ラオシャンロンがそうするに至った理由には大きな説があるんだ。説って、どんな内容だったっけ？ラオシャンロンは、より強大な存在、すなわちミラボレアスから逃げていたという説だ。ラオシャンロンは普段は地中にいると言われており、人と接触することはまずないぜ。砦に出没するとき以外は、影も形もないもんね。あんなサイズだし、普段は地中にいるっていうのも納得だわ。でも、ミラボレアスを察知すると地中から出てくるのね。何を感じているのかはわからないけど、ラオシャンロンは感が鋭いわ。だが、ラオシャンロンが久々に見た地上には、がっつりと砦が建てられているわけだ。ラオシャンロンからすると、逃げるのに邪魔になるわね。ギルドも、ラオシャンロンの過去の進行ルートに合わせて、砦を作っているからな。ラオシャンロンからすると、よりにもよって進む先に壁があって、移動しているだけで、ハンターたちから刃物や大砲、バリスタで攻撃されるということだ。そして、最終的には激流走も食らってしまうのね。そういうことだな。ラオシャンロンは本当にただ移動しているだけで、それでも周辺の地域に住む人たちに被害が出てしまう。人間からしたら迎撃するしかないわけだが、ラオシャンロンの事情を知るとどうもな。事情もかわいそうだけど、別に悪意があるわけじゃないってのもかわいそうね。ゲームの仕様上、攻撃しないわけにはいかないし、今度から撃退にしようかしら。さて、次に紹介するのはちょっと変わり種な狩りにくいモンスターを紹介だ。ライズで新登場した序盤のドス恐竜種枠であるオサイズチに付き従っている二頭のイズチたちだぜ。そういえば、オサイズチには部下が2体セットになっているわね。オサイズチの動きに合わせて、息ぴったりな攻撃をしてくるのを覚えているわ。でも、戦闘しているといつの間にか流れ弾で力尽きているのよね。まあ、ドス恐竜種の取り巻きの部下としては、おなじみの光景だよな。ランポスもゲネポスもイオスもマッカオも、みんなそうじゃないの？別に、イズチだけが特別かわいそうなわけじゃないと思うんだけど。オサイズチの引き連れている2頭のイズチは、群れの中でも将来有望とされた、期待されているオス個体なんだぜ。だからこそ、オサであるオサイズチと一緒に行動して勉強中なんだ。ああやって一緒に行動しながら、戦闘と狩りを学ぶんだぜ。なるほど、あのイズチたちは新人研修中ってことかしら？さらに言うなら、幹部候補生というところだな。そんな、群れからしたら貴重な個体が、あんなにあっさり。ああ、ハンターとの苛烈な戦闘の中で、いつの間にか力尽きているわけだぜ。オサイズチも、弟子をにかけて育成していた若者が散っていって辛いだろうな。有望な弟子に先立たれてしまったオサイズチは悲しいでしょうね。ああ、その心中を察してしまうと、途端にあのイズチを狩りにくくなってしまうんだよな。有望な個体を失ってしまっては、群れの存続も危うくなるんだ。でも、別の群れと併合してどうにかやっていくと思うしかないんじゃない？ああ、私もそう脳内保管しているぜ。まあ、他にも有望な弟子はいるようで、いなくなると呼び出すんだけどな。とはいえ、おさえづちも弟子が次々に力尽きていくのは辛いだろう。いっそのこと、指定もろとも狩猟するのが、ハンターの情けってものだな。武士の情けというやつかしら。いづちそのものに手を出しにくくなる話だったわ。さて、次に紹介するのは、狩りにくくなる王道の理由を持つモンスター。百竜の炎源なるハタタ姫だぜ。百竜の炎源なるハタタ姫って、イブシマキヒコを吸収した後の個体よね？ああ、その通りだぜ。ライズの百竜夜行の原因は、つがいを求めるイブシマキヒコの起こす嵐だったんだ。イブシマキヒコとなるハタタ姫の生殖活動で百竜夜行が起きてしまうのよね。
それで、後半ではナルハタタ姫とイブシマキヒコが出会ってしまうと、ああ、竹木炎がそれぞれを撃退したわけだが、こっそり開口していたぜ。こうして、ナルハタタ姫は次の代となる卵を抱えた状態で、リュウグウアトの地下に潜伏していたんだ。イブシマキヒコは、地上でそんなナルハタタ姫を守っていたんだぜ。そこに竹木炎が来るのよね。ああ、イブシマキヒコはハンターに攻撃され、地中に落下してしまう。そして、卵を抱えたナルハタタ姫に、自分の力と能力を託すんだ。こうしてイブシマキヒコの能力も備えたのが、百竜の炎元ナルハタタ姫というわけだな。イブシマキヒコの願いを背負って、子供を守るために戦っているのよね。これは、事情を知ってしまうと本当に狩りにくくなるわ。ああ、なんとなくの周回はなかなかやりにくくなるよな。だが、ストーリー上、この個体との対決は避けられない運命なんだ。もし子供が生まれて成長したら、また同じようなことが起こるのよね。生殖活動だからな。遠い未来かもしれないが、またカムラの里近辺で嵐が発生し、近隣のモンスターたちが怯えてカムラの里に殺到する事態になってしまう。すると、百竜夜行を絶好の機会と考えるマガイマガども来てしまうぜ。それで壊滅しかけてしまったのが、50年前の百竜夜行だったんだもんね。人とモンスターの生きるための戦いだからしょうがないけど、できることなら、借りたくないモンスターだわ。私の場合、逆に借られる危険があるからってのもあるけど。さて、次に紹介するのは、ゲーム上でも悲壮感がたっぷり描写された、混沌にうめくゴアマガラだぜ。混沌にうめくゴアマガラって、シャガルマガラになれなかったゴアマガラよね。ああ、シャガルマガラは恐竜物質をばらまき、生物を恐竜症に感染させ、感染したモンスターの死骸から養分を吸ってゴアマガラが誕生するという、いかにもバイオでハザードな生殖手段を持っているんだ。でも、それだとゴアマガラがたくさん出現してとんでもないことになるわよね。いずれは苗床になる生物もいなくなり、シャガルマガラも生きていけなくなってしまうな。そのため、シャガルマガラの出す恐竜物質にはもう一つの作用が用意されているんだ。それが、同種の幼体であるゴアマガラの脱皮を阻害する作用だぜ。こんな言い方するのも良くないけど、育ちの良くない個体を間引いてしまうのよね。そういうことだな。この阻害を乗り越えて成長を果たしたゴアマガラが、シャガルマガラになれるんだぜ。混沌にうめくゴアマガラは、その生殖の中で脱落してしまった個体なのよね。もう少し細かく話すと、惜しいところまで行った個体ということになるな。あそこまで大きく成長している時点で、ゴアマガラとしてはかなり優秀だと思うんだが、あと一歩のところで、成長と脱皮阻害の作用が均衡してしまい、半ばシャガルマガラになった、混沌とした状態のゴアマガラになってしまったんだ。地味に気になるんだけど、混沌にうめくゴアマガラって、その後どうなるの？混沌にうめくゴアマガラの余命は、そこまで長くないと思われるぜ。シャガルマガラになって長生きすることもできないまま、苦しむことになるんだ。うめく、という表現がまさしく的確だな。シャガルマガラの生殖の仕組みだからしょうがないけど、本当にかわいそうだわ。ああ、できることなら安らかに眠ってほしいぜ。攻撃したくないもんね。だが、放置しても救われることはないと考えると、いっそのこと、ハンターの手で葬ってあげるのが、一種の情けなのかもしれないな。人思いにってことね。次に会った時、そこまで割り切って戦えるかしら。次に紹介するのはサンブレイクの裏ボスとして活躍したあの特殊個体、エンサドヨメクマガイマガド、だぜ。あら、エンサドヨメクマガイマガドってかわいそうな要素があるの？同じ特殊個体の混沌にうめくゴアマガラは気の毒でしょうがないけど、エンサドヨメクマガイマガドは、特にかわいそうになる事情はないんじゃないの？エンサドヨメクマガイマガドがなぜかわいそうなのか、それにはある一つの説が関わっているんだ。説ってどんな？ああ、マガイマガドの角に関する話なんだが、あの兜飾りにも見える立派な角は、なんと一点ものなんだ。ということは、一度折れてしまうと生えてこなくなるのかしら？その通りだぜ。そして、マガイマガドの角は、メス個体に求愛するのには必須なんだ。ということは、角の折れたマガイマガドは一生、ああ、つがいになるメスが現れることはないだろうな。ということで、改めてエンサドヨメクマガイマガドの頭部を見てもらおう。あ、角が、そういうことだな。エンサドヨメクマガイマガドは、何らかの原因で角が折れたことで生殖の機会をなくし、縄張り意識だけがどんどん強くなった個体だという説が有力なんだ。それって、人間に置き換えると、まあ、つまりはそういうことだぜ。なんとなく、エンサドヨメクマガイマガドが借りづらくなる話だよな。というか、エンサという言葉に世俗じみたものを感じてしまうわね。どう感じるかは人それぞれだが、いっそ縁遠を渡してあげるのも情けかもな。確かにそうね。それも優しさかもしれないわ。借りづらいけど。今回の、事情を知ると枯れなくなってしまうかわいそうなモンスターの話は以上だぜ。純粋にかわいそうな話から、複雑な気持ちになるものまで、いろいろあったわね。今後、紹介されたモンスターを相手にするときに考え込んでしまうわ。
モンスターにはモンスターの事情があるが、ハンターにも事情があるわけだしな。狩猟になれるのもいいが、たまにはモンスターの背景を考えるのも乙なものだぜ。そうね、私にも人々を守り、生態系のバランスを保つ使命があるわ。モンスターの事情も飲み込んだ上で、狩猟に励むことにするわね。紹介されたモンスターの裏の顔や背景に驚いた人、同情してしまった人は高評価を。モンスターたちの意外な素顔に注目した動画も投稿するから、チャンネル登録してね。みんなが思う、枯れなくなりそうなかわいそうな事情のあるモンスターも教えてくれ。ご視聴、ありがとうございました。4シリーズでバイオハザードのようなパニック状態を引き起こし、シレットサンズレイクにも登場したモンスター、マガラ一族、ゴアマガラとシャガルマガラ、そして悲壮感漂う混沌にうめくゴアマガラ。彼らはどんなモンスターで、なぜサンズレイクの城塞高地に現れたのか。みんなが感じた疑問も含めて、マガラ一族について話していこうじゃないか。次回、マガラ一族を徹底解説、ゆっくり見ていってね。